パリ急行スマン大通りのギャルリー・ラファイエットギャルリー・ラファイエットはフランスの百貨店及びそれを運営する企業であるギャラリー・ラファイエット内のバルコニーの細部とドームのキブ・バルコニーとドームクリスマスデコレーションされた婦人向け売り場1893年テイ・フィール・ベイダーと彼のいとこアルフォンゾ・カーンはラファイエットと書生コールダンタン通りの角の 小さな雑貨屋の中にファッション店をオープンした。1896年に会社はラファイエット通り N1、1905年にオスマンオ通り N38、40、42とショセダンタン通り N15 の建物の全体を購入した。テイフィール・ベイバーはジョルジュ・チャタンと彼の弟子フェルディナンド・チャトナットにオスマンの建築のレイアウト設計を委託した。 ガラスと鉄鋼のドーム、およびアール・ヌーボーの階段は1912年に作られた。フランス、パリのギャラリー・ラファイエット本店本館は、地下1階から7階までの9フロアを有しており、パリ9区のおつまごう通り42日している。この他に、本館とは、モガドール通りを挟んで向かいにある新市、食品館が地上階から3階までの4フロア、新市、 食品館とは、オスマン大通りを挟んで向かいにあるインテリア館が、地下1階から3階までの5フロアを有する。日本人従業員が、電話通訳、日本語による免税書類作成を行っている。アクセス最寄り駅、パリ地下鉄所聖、ダンタンラファイエット駅、アーブルイコールコーマルタン駅、オペラ駅ラー・ウォーベール駅ドイツ、ベルリン店は、 1991年から1995年の間にジャン・ルーベルによって設計され、1996年にオープンした。ラファイエットはニューヨークのマンハッタン、トランプタワーでオープンしたが、業績不振で1994年に撤退した。2006年時点、グループ参加には下記の企業がある。ありがとうございます。